記憶が残る場所、触れられるのは棘のある花ばかりだ。アベンジュリンと取引してみてどうだった？大変だったんじゃない？あの人はああいうスタイルなの。オール・オア・ナッシングが口癖でね、いつも親しげにしてくる一方で取引相手を危険な道に誘い込む。やり方は人それぞれだから余計なことは言わないでおくけど、でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功してるし、賭けにだってほぼ負けない。だからピノコニーを取り戻す件についても期待してるんだ。それはもちろん、だって取引だもん。大事なのは君がどちらのテーブルにつくかだよ。二つの事件については残念だけどあんまり情報を持ってないの。詳しいことはみんなに調査を続けてもらうしかないね。俺たちは長官からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ。私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で、今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。カンパニーの幹部であるトパーズを監視して、彼女がピノコニーにいる間はホテルレバリーの外に出さないようにする。今度は相手を間違えてないぞ。なるほど、あの時ホタルを追いかけてた二人か。なんでお前がまた因縁をつけに来たのか。今度はおじけづいたりしないぞ。用があるなら早く言え。そうじゃないなら邪魔するな。あんたたち知り合いだったんだ。はあ、あんたってなんでどこに行っても前にボコボコにした相手に会うの？そうそう、うちらファミリーのために殺人事件を調査してるんだ。あんたたちの上司と事件について話せない？それは…こら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話しちゃダメだって言われてるだろ。何が殺人事件だ。デタラメ言うな。そうだ、話すことなんかない。帰れ。協力する気はないみたいね。でも上司がドリームボーダーにいることは話してくれたわ。なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない？多分こいつが言ってたギャラガーって人でしょ。あいつらも事件のことで大変なんだろうね。ギャラがどこにいるんだろう。おい、そこの二人、この先では今ハウンド家が調査を行ってる。ガンピ、ちょっと待て。灰色の髪のお前、どこかで見たことがあるような。あんたピノコニーでどんだけ起こしてるの？いや、間違いない。この前のやつだ。努力だの友情だのクロックトリックだの叫びながら、あの金髪の子と一緒に俺を殴っただろう。今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくれ。さもないと。
土下座してお願いするからな。あんたこの人に一体どんなひどいことしたの？ちょっと待って、その私たちはファミリーが発行した書類を預かってるの。あんたたちの調査に協力するから、私たちがギャラガーさんに会えるよう便宜を図ってもらえないかしら。そのギャラガーってのは一体誰だ？もう何人もその名前を口にしているが、そういえばその灰色の髪のやつも前に言ってたな。え、ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの？俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。だからそれで合ってるじゃん。うちらはその人に会いたいの？ダメだ、ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。さあ帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。迷惑をかけてごめんなさい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。他の方法、そうだ、あんたこの前はクロックトリックってのでこの人を心変わりさせたんだよね。通さないようボスに言われてる。分かったら帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。さーて今は何時だ？もう定時か。任務終了だ。誰も俺の邪魔をするな。あんたのクロックトリックってちょっと危険かも。少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。行きましょう。そのギャラガーって人を探して事件の詳しい話を聞かないと。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。ようこそ。こんなところまで来てどうかしたのか？こんにちは、ギャラガーさん。その唇からして私たちがここに来ることは分かってたみたいね。姫子さん、そう気を使わないでくれ。俺に3なんかつけなくていい。私の名前まで知ってるの？ああ、知らないわけないだろう。あんたらは有名な請求列車の乗客で時計屋の客人なんだから。俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確かあの時は銀髪の女の子も一緒にいたな。あの子のことは本当に残念だった。それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としてもあの子の死を見過ごすことはできない。だからファミリーに協力して真相を明らかにすることにしたの。彼女のためにも正義を果たしたくて。まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。これが運命のいたずらってやつか。ファミリーがどうかしたの？いや、なんでもない。気にしないでくれ。ピノコニーでファミリーを嫌うやつなんざいないからな。どんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思うやつがいると思うか？そんなのはバカか子供か。
正気を失ってるやつだけだ。何かをほのめかすような言い方ね。まさかそんなつもりはないさ。事件について話したいんだろう。 OK、 それならついてきてくれ。ここは話をするのには向かないから場所を移そう。あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、この夢は今も秩序を保って動いているのか。調和のファミリーを除いてここまで巨大な建築物を維持できる勢力は他にいないだろうな。ファミリー自体も巨大で完璧な建築物と言えるだろう。まるでファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。唯一のコア、共通の理想を囲むように集まり、祖の指揮に従い、それぞれの役割を忠実に果たす。面白い例え方だ。それこそがピノコニーの美しい夢が長く存続している根本的な理由なのかもしれないな。だが人間の体には終わりがある。それは巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ。ベルトさんなら私よりもその意味を理解していると思うが。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、あるいは特定の客人のせいではない。その崩壊は人間のある種の性質によって必然的に起きているんだ。何の代償も苦痛もない、安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、人は徐々に絵師に近づいていく。自分では極楽の中で生きていると思っていても、死は決して変えられない結末だ。しかもその絵師は伝播していく。一つのピースの異変がやがて建築物全体を揺るがすまでになり、破壊を呼び崩壊させる。最後は人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅ではかなりの収穫があったんだろう。俺に話してくれないか。もちろん。まあ私が覚えていることが前提条件になるが。ただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで私は少し忘れっぽくなってしまってな。なるほど。これで十分だ。ピノコニーで起きたことは全てはっきりと覚えている。何でも聞いてくれ。黎明の時、そこには無境の基盤を加工するための超過工場があると聞く。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に戻って、豪華な客室とはかけ離れた寝床で休息をとっているんだ。だが彼らはそれで十分だと言っている。不思議な夢こそが最高の報酬なのだと。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで、本来なら美しい夢を存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大の願いは
いつか黄金の時に移り住み、自分の手で織ったきらびやかな服を見ることだった。だが、ある理由によって彼女の願いを叶えることは難しくなってしまった。それでも私は何とかして彼女に服を届けたんだ。緊迫の時、そこはピノコニーの貨幣の中心だと聞いている。ああ、緊迫の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。ルーサン家のピピシ人たちがその運営を担い、貨幣という血液を巨人ピノコニーの各所に送り届けている。あそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピシ人たちは自分たちの子孫が緊迫の時で働くことを何よりも願っているんだ。他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らはその金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば緊迫の時を去る前、身なりの整ったピピチ人が空から落ちてくるところを見たんだが、それでも周囲の人々は彼のそばを通り過ぎていくだけだった。他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らは稼いだルーサン兵を銀行の金庫に入れるためだけにそうしていたんだ。ブルーの時はとてもロマンチックだと聞いたことがある。君が見てきたことを教えてくれ。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号という大型船が夢の海に停泊していて、歌と踊りが絶えない場所だ。私はそこで何年も前に去った夫の帰りを港で待ち続けている老婦人に出会った。泊まった時の中で彼女は数えきれないほどの時を待っていたんだ。湿った海風に吹かれながら彼女は自分の青春について語ってくれた。富とチャンスを求めてピノコニーに来た多くの人々のように、彼の意識は夢の海の底に消えてしまったそうだ。やがて小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は彼女と一緒に船に乗り込んだ。だが彼女は口を開くことなく、ただ海と空が交わる水平線をぼんやりと見つめているだけだった。結局私たちはそのまま砂浜に戻ったんだ。流行、贅沢、消費主義の無境、黄昏の時、俺の仲間もそこを訪れた。なら夢を実現するため、あるいはすでに夢を実現した人々がそこで金を湯水のように使い、全てをかけるところを見たはずだ。あそこではあらゆるものに値段がつけられ、全てが売買されている。
夢そのものすらも。私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。誰かが競り落とせば、定められた期間と規則の下で彼は買い手のあらゆる指示に従う絶対的な所有物となる。そのオムニックは合計12回競り落とされ、私は彼の13回目のオークションに参加した。それは私が見た中で最も盛り上がった回だったが、もう彼に目を向ける者はいなかった。そしてそのオークションで彼は落札されなかった。これが私のこの旅の浅い見聞だ。以前ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこうではなかった。ピノコニーがこんな風であってはならないと。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇を見た。人々のために時が止まり、精神の豊かさと貧しさもそれぞれの尺度で永遠にとどまっている様を。だから美しい夢の崩壊は必然だと思う。もしかしたらその全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、私たちは、そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、私たちはそれを変えるべきなのだろうか。ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。その後、その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だがその代償として、前に進むことが難しい人、前に進めない人は永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が創造した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは、人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなった時、人間は必ず自分自身を救おうとする。そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼はその世界の全ての人々と同じように、人間の可能性を心に刻んだんだ。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ちることで最終的な勝利を迎える。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。太陽に近づきすぎた彼はそこで溶けて海に落ちるが、
その後は無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には似て非なる世界が無数に存在している。そしてその世界には似て非なる人々も無数に存在する。私も旅をしている時、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。そしてその底の見えない夢の中で、私はその男の命を終わらせた。私一人の手で。私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように幸運ではなかった。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、順守の表彰の下で君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔、彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世代にもわたり翼を広げ空高く舞い上がり、太陽に触れようとした。なぜならそこに太陽があるからだ。ではそうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろうか。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。彼女の仲間かしら。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコリーで看護系を見つけて店主に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。偽物。偽物？なるほど。彼女は黄泉を追っている他の誰かに私の居場所を教えたのね。あなたは誰？相手を間違えたな。ホーリーベイビー。
あんたは誰だ。私はガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あの偽物のボディーガードか、それとも他の何かか。まあどっちでもいいけどよ。あんたにも銃弾を一発残しといてやるから、首を洗って待っててくれよな。何を言っているのかよくわからないけど、あなたはヨミという巡回レンジャーを知ってるのね。あなたに聞きたいことがあるの。遺言状を書いてほしいのか。いいぜ。書き出しはどうする。遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体どうやって巡回レンジャーになったのか知りたいだけよ。彼女は巡視の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ巡視の運命の後人。そうでしょ。ねえ、教えて。ヨミは一体何者なの。オーケー。まさか味方だったとはな。ホーリースイート、どうやら俺はマジで運がいいらしい。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。それで乾杯しようぜ。あの女の過去、ふんなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。あのヨミって女はな、存在するはずのない指令だ。それともそれも君の演技か。よくまた僕の前に顔を出せたね。俺こそが君の望む結果だと思っていたんだが、何しろ僕は君が言ったように忠実に自分の役割を果たしたのだから。もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい。それは光栄な話だな。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。わかった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。アベンチュリンは万全の準備を整えた。17システム時間後に成果を受け取りに来いってね。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。そして僕もこの機会に全ての軌跡を本来あるべき場所に戻した。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。
それも負けを認めるのを拒否するような極めて強情な言い方で。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ、教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは手に入ったんだ。ああ、だがどうするつもりだ。その謝礼金の入ったバッグの中に定期動支援を呼べるビーコンでも隠してるのか。さあ、それはどうだろう。まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。はあ、君は完全に狂っている。当初のギャンブラー狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだろう。これはなんだ？処方箋か？君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんて、やってくれるな、あの羽頭め。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。この後はカンパニーの富の雨を全ての人々の頭上に降らせよう。誰かが貧しい思いをするところは見たくないからかな。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。ありがとう、初めましてのお兄さん。うん、きっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど、死にまつわる逸話って聞いたことないかな。死？それは怖い言葉ね。美しい夢には似つかわしくない。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。だからただの噂でよければ、死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。実は僕はタブロイド…ただの噂でよければ…実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。だから何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいなって。原因不明の昏睡だったみたいだけど、
幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね。だってファミリーがお客さんを守ってるんだから。ありがとう。今の話で十分だよ。シペのご加護がありますように。眠ったまま起きなくなった。夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかったのに。頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が出始めてるのか。やれやれ、世の中は乱れ、人々の心も変わってしまった。お前さんは？ああ、わかったぞ。これは何かのいたずら番組だな。きっと向こうの建物にカメラを仕掛け、自分の前行を撮影しているんだろう。お前さんたち若者は朝から晩まで木をてらうことばかり考えている。それではダメだ。本当に面白いシーンとは心で作り出すものなのだから。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。でもその前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？これはこれは、また死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の考えが進んでいるとは思わないことだ。死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクターエドワードのところで買ったことがあるが、なんというか一点限りの高級な匿名寄付品だという割にはくだらない、ただのおふざけばかりだった。ひどい出来で、目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、ただ世界がぐるぐる回っているだけで思わず吐くかと思ったぞ。他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を前衛芸術と呼んでるんだぞ。笑えるだろう。そうだね、邪魔してごめん。いい一日よ。目がたくさんある怪物、あの記憶行きミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。
だんだん近づいてるみたいだな。酔っ払えば夢を見なくなるが、悩みが消える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。お？それをくれるのか。こんなところでお人よしに会えるとは思わなかったな。それとも俺を憐れんでるのか。まあいい、どうでもいい。スラーダさえあれば十分だ。それがこの無教の真理だろ。スラーダは飲みすぎない方がいい。体に良くないからね。おっと。お前の言う通りだ。だがその前にスラーダの悪魔に会ってみたい。スラーダの悪魔、その話詳しく聞かせてもらえるかな。いいぞ。それはな、首の太いタツノオトシゴだ。あいつらが言うには、それは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてる、おーに面白いね。教えてくれてありがとう。ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。僕の脳を証拠として送りたくなるな。安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたら、ハウンドはいつでも力になります。あなたは体調が優れないようですね。助けが必要でしたらホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでくださいね。何かありましたらいつでもハウンドにお声掛けください。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど。ピノコニーで一番優秀なハウンドとして、君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。どこでそんな話を聞いたんですか。そっか、わかった。じゃあお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。って、そんなの当たり前か。それは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら
死とも接触したことがあるんじゃないかと思ったね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら私たちは三流メディアだと思われてしまうと言っていました。よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして、誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取り憑かれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。僕に何か用？ごめん、てっきり僕の後ろにある何かを見てるのかと思って。これは僕へのプレゼント？何かの間違いじゃないか？大した金額でもない、ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいね。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。僕の両親じゃなくてこの僕が。ありがとう、本当にありがとう。落ち着いて、実は君に少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりか。何を知りたいんだい？僕の父さんのこと、それとも母さんのこと？え？どっちでもないけど、僕が聞きたいのは無教の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある、夢の中でも油断してはいけないって言ってた。父さんはオムニックだから、夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。仮に危険なことがあっても無境の中では僕を守れない。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうしさ。父さんはオムニックだから、夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だから仮に危険なことがあっても無境の中では僕を守れない。守る？身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて、僕は本当に父さんに遠く及ばないな。皮肉だ、本当になんて皮肉なんだ。スラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊、やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が人々の興味をそそる話題であることは間違いない。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど。そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ。
仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？聞けない人を仲間にしてみたらってこんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよく分かってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのはなんでだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか？なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つはそれを明らかにする方法だ。そっかそっか、よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。でもそれって何も分かってないってことじゃないの？いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては、16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。
これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、愚者。この後に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ。絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。そのお守りは気に入ったか。商品コードもお守りになるのか。黙れ。発言を許可した覚えはないぞ。ツガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。わかったか。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。はっ、ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。
反省系奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け。俺を失望させるなよ。いくら使った？ああ、僕の価格さ。一体いくらで僕を買ったんだ？ふん、知りたいか？いいだろう、知りたいなら教えてやる。60タガンマだ。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。かけるかい？あんたと賭けをしたい。俺と賭けをしたいだと？なかなか骨があるじゃねえか。悪いな、それはできねえ相談だ。奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。ただのチップ、他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。ナッシング、俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。あんたが来るなんて珍しいね。ちょっと友人が訪ねてきてな。今少し時間あるか、シボン？私なら一日中暇してたよ。いらっしゃい、ようこそバーナイトメアへ。メニューには何でも載ってるけど、スラーダはないんだ。ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。あとバーの中にあるものはどれも売り物じゃないの。ここで買えるのは喜びだけ。お客さんの心からの笑顔しか見たくないからね。何が飲みたい？すぐに用意するよ。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと同じタイプだ。セーバルって誰？ぜひとも紹介してほしいね。聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、シボン。
お前の手を煩わせるまでもない。今日は俺が腕を振るおう。年を取ったから少しはリハビリしないと、かつてのなりわいを忘れちまいそうだ。飲み物の材料はどこに置いてある？それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら？ああ、そのつもりだ。お前ら、ちょっと手伝ってくれないか。バーの中を探して、好きな材料を持ってきてほしいんだ。事件の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意してやる。カスタムメイドで、ノンアルコールのな。バーの中？使える材料は全部カウンターにあるんじゃないの？ここは無教だよ、可愛いお嬢さん。あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。安心、飢え、迷い、嫌気、どんなものでもあるの。うちのこと可愛いお嬢さんって言ってくれた。現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え、技術とストーリーをつなぎ合わせ、ちょっとした神秘と期待を加える。そうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだ。つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。ま、あまり深く考えるな。迷いは楽しむ上での大敵だからな。ここはチップがいっぱい散らばってるね。何日か前、アイリス家の役者が来てシボーンと揉めたんだ。その時に落としたものだろうな。一方的にボコってただけだけどな。そういえばこんな怪物だらけのところにバーを開いてるのも不思議だよね。もしかしてシボーンさんってすごい人？それは直接あいつに聞いてみるといい。まあお前があいつを納得させられるドリンクを作らない限り、あいつは何も言わないだろうけどな。スラーダだ。あのお姉さん、スラーダは売ってないって言ってなかった？振ってみよう。うん、炭酸も抜けてないし消費期限も過ぎてない。その可能性はあるね。スラーダはどこにでもあるから、誰かが持ってきたとしても不思議じゃないもん。どうしてこのバーではスラーダを売らないんだろう。何か事情でもあるのかな。バーテンダーのプライドじゃないかしら。せっかく来てくれたお客さんがどこにでもあるような飲み物を注文したらつまらないでしょ。私がコーヒーを入れる時も同じようなことを考えるわ。あ、ひめ子の言う通りだね。結構集まったね。これで足りるかな。どいて、脂肪に用があるの。え、何の騒ぎ。you
シャン・ヒョウと共に散れ、スター・レイ・ファントム。ホン首式、出発の時間だ。ギュガツカ、霧は一瞬で変える。よいしょ、死亡に用があるの？え？何の騒ぎ？言わなかったっけ？バーナイトメアが歓迎するのは心から飲み物を楽しみたいと思ってるお客さんだけ。悪いけどあんたの提案に興味はないの。でもあなたには才能がある。きっとみんなの注目を浴びれるわ。あなたはアイリスのステージに立つために生まれてきた人。こんな寂れた場所でくすぶってるべきじゃない。一緒に行きましょう。私たちならきっとピノコニーで最も注目されるスターになれる。無境の隅々まで光で照らすのよ。お願い、シボン、あなたが必要なの。見ての通り、今はお客さんの相手をしてるの。何度も同じことを言わせないで。わかった。首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ。炭酸入りの飲み物をちょうだい。甘いやつで氷をたくさん入れてね。ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人にカウンターを占領されたら事件について話せなくなっちゃう。さっき使ったクロックトリック、もう一度やってもらっていい？時間がないの、急いでちょうだい。うん、任せたからね。あなたがシボーンのお客さんね。何か用？私を帰らせようとしても無駄よ。彼女が私のお願いを聞いてくれない限り。一体どうして？どうして彼女はここから離れようとしないの？こんな寂れてボロボロのバーなのに。
つ瞬間が見えたわ。観客たちは拍手していて、歓声が大波みたいに押し寄せてくる。ゆったりとしたメロディーが響き渡り、カラフルな紙吹雪が肩に落ちる。辺りにはアイリスの香りが漂っていて、なんて甘美な光景なのかしら。この光景は何度も見てきた。夢の中だけど、いつも私を魅了する。だからこそ何としても彼女をあの世界に連れ戻したいの。ねえ、乾杯しない？聞き上手な見知らぬお客さん、この手の届かない夢の前祝いってことで。まだいなくなりそうにないな。もう一回やってみるしかないか。彼女はここから離れようとしない。全部アイリス家のせいよ。アイリス家の人たちがシボンを追い詰めたから。彼女はここに隠れてモンスターバーを開くしかなくなった。何もかも策略と陰謀のせい。わかったかも。彼女はここを離れたくないんじゃなくて、ただあの卑怯者たちに会いたくないのね。私なら彼女のために道を用意してあげられる。彼女の力になってあげられる。帰ったら夢の主に手紙を書いてアイリス家の罪を告発するわ。そうすれば死亡もきっと私に感謝するわよね。このまま話を続けさせたら大変なことになりそうだ。一体どうして？おかしいと思うでしょ？私たちの人生は平行線をたどってるのに、それでも彼女は諦められずにいるなんて。私は臆病で弱虫で、光り輝く場所に憧れてるのに、スポットライトの下に立つ勇気がない。私には彼女の導きが必要なの。私だけじゃ何もできないから。あなたはシボーンの過去を知らないでしょう。彼女がどんなに輝いていたか。スーパースターがひしめくアイリス家でも彼女の才能はずば抜けてるのよ。わかってるわ。シボーンは私が彼女の名声を借りて売れたがってるって思ってることくらい。でも私はただ彼女をあの場所に戻してあげたいだけなの。あなたと話してたらなんだか落ち着かなくなってきた。いろんな思いが混ざり合って、すっきりしたような、泣きたいような。もしかしたらどこかで考え直すべきなのかもしれないわね。私にとってシボーンが何を意味するのかを。これは飲み物だよ。彼女に渡しておいて。私はもう行くわ。それじゃあね。アミーチは帰ったの？これが彼女のためでもあるんだよね。宴の夢は魅力的だけど、夢は夢であって現実じゃない。彼女の飲み物は私のおごりだから、そのお金はあんたたちが取っておいて。準備ができたらギャラガーのところに行きなさい。今頃
うずうずしてると思うから。シロップが気に入ったの？大丈夫、ここは夢の中だからお腹を壊したりはしない。ずっと置きっぱなしにしてたけど味は保証するよ。遠慮しないで持って行って。あんたたちみたいな可愛いお客さんをもてなすのにはちょうどいいからさ。じゃあとりあえず持って行こっか。ピノコニーのバーテンダー、特にギャラガーを甘く見ない方がいい。この人は魔法使いみたいで、お客さんがどんな難しいリクエストをしようとぴったりの味を作り出しちゃうんだから。せっかくの機会だからギャラガーに難題をふっかけてやりなさい。あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだ。バーの中を見て回って好きな材料を持ってこい。決まったら俺に声をかけてくれ。へえ、早いじゃないか。どれどれ、面白いものを持ってきたな。さあ選んでくれ。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだ。どの材料をベースにしたい？これはあのハヌヌが愛してやまなかった飲み物だと言われてる。もちろんこれの元になった飲み物の話だ。こいつは酸っぱくて苦く、泡が喉で弾ける。錆びた鉄の鎖を飲み込むような感じがするから、監獄や牢屋を連想させるんだ。ベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議な化学反応を引き起こすんだ。主張しすぎるのはダメだが、忘れられない味覚体験をもたらすものである必要がある。どの材料を使いたい？これは最もパンチのある副材料、俺のお気に入りだ。ミハイルが亡くなる前、彼の目の周りのシワはまるでナイフで切ったんじゃないかと思うくらい深くなってた。口ごもりながら話をする姿は、息を吐くことすらできずにただ胸の中に空気を溜め込んでいるようだった。だが俺はその晩のピノコニーがこの匂いを放っていることに気がついたんだ。ミハイル、これでいいな。次は飾りを選んでくれ。どんなスタイルが好きだ？ここには何でもあるぞ。
同心円、お前が初心を忘れないように願おう。よし、完成だ。この謀殺と創造の時でお前に敬意を示そう、変革者。偉大な復讐に乾杯。やるじゃないギャラガー、腕はなまってないみたいだね。お前ら満足してもらえたか。この味、スラーダよりずっと複雑だね。豊かな味わいで何重にも広がっていく、まさに傑作ね。特に副材料の扱いが素晴らしいわ。何か特別な風味が感じられる。辛くて酸っぱいけどほんのり甘い。これが何を意味するのかはわからないけど、ギャラガーは自分のコンセプトを説明してくれるのかしら。残念だが、もし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞ。それの持つイメージはとてもシンプルだ。それは美しい夢の本当の味、それ以上のものはない。この本当の味って、そのミハイルって人と関係があるの？そうだ、どっかで聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよね。いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これで正直に話さない理由もなくなった。さあ、事件について話そう。もちろんそのミハイルに関する話もついでにな。結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、そのホタルって女の子は地元の人間でも招待を受けてやってきた客でもない。つまり彼女は正真正銘の密航者だってことだ。俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後、ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無教と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は、悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。しかもとんでもなく悩ましい知らせかな。その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。現実世界でも一向に体が見つからない。まるで最初からピノコニーに来ていなかったかのように。それってつまり、いい例えだな。今のは例えだよな。はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて？それはつまり、ピノコニーには確かに死が存在するってこと？見られた以上もう隠す必要もないな。街には華やかな一面もあれば、人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろう。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした。そんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる。本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの本当の困難を理解することだ。そこでさっきのミハイルの話につながるのね。鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えくださいというメッセージがあったわ。一文字も間違ってないな。
ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの？なかなか文才あるんだね。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことに、もっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないか。まだ推測の域を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいもの。そうか、なら教えてやろう。その推測は正しい。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだ。あの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだった。そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招き、ここを混乱させている。なぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるか？あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの？今ならなぜ大奥家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ピノコニーの分家史上最大の汚点であり、全ての無教の異変の発端だからだ。まだわからないか？俺が言いたいのは、ミハエル、ファミリーの裏切り者、彼こそが有名な時計屋なんだ。ほら、クラークフィルムランド、ピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ。時計屋の話をするんじゃなかったの？資料室みたいなところにでも行くのかと思ったのに、なんでこんな場所に？町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。お前からしたらここは遊び場かもしれないが、俺の目には監獄に見える。この星の過去を閉じ込めるためにな。ピノコニーが昔カンパニーの監獄生だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られ、ガーデンオブリクレクションのために大ホールから漏れ出した屋室を回収していた。そして長期的に高濃度の屋室にさらされていた監獄ではある特殊な現象が生じた。無数の個体の夢が交錯して、人々は夢の中で出会い、現実世界のような生活を送るようになったんだ。だが何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局無教も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに、一人の囚人の導きによって辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち切り、自由のために戦い始めたのさ。彼こそがブラザーハルだ。無教の町の兄貴分、平和の立役者にして弱き者の永遠の仲間。歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けばクロックボーイはピノコニーの歴史を背景として創作されたアニメだからな。これは紛れもない事実だ。このキャラクターたちは美しき夢の街の中だけじゃなく、遥か遠い過去にも生きていた。それが分かれば俺たちがどうしてここに来たのかも分かるだろう。この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなの？
ほう、随分と大掛かりだな。容疑者を追う時でもここまで力を入れたことはないぞ。いや、中は人が多いから外で話した方がいい。さあ、静かな場所を探して話を続けよう。ここにするか。見晴らしが良くてちょうど彼の姿も見える。クロックボーイ、そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、あのクロックボーイに対応するのは間違いなく時計屋ね。彼はブラザーハヌの仲間で、美しき夢の街の初期メンバーの一人だった。つまり歴史上の時計屋自身もその戦争に加わり、しかもアスデナ側に立っていたことになるんじゃない？それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、弔い霊人、薬剤前衛、ハルノは多くの仲間と他の星から来た客の助けを借り戦乱を平定した。当然その中には後の時計屋も含まれている。でもそうなると時計屋は何百年も生きてるってこと？わからない。俺がミハイルと知り合った時、彼はすでに時計屋だった。多分名前を引き継いだんだろうな。ワンカンさんって何歳なの？13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい資源、虎視眈々と狙ってくる外敵、まとまりのない各監獄エリア、アステナの未来は依然として危ういものだった。だが歴史上の時計屋がその監獄を賑やかな宴の星に変えようとファミリーに協力を求め、ピノコニーはようやく今の名前を手に入れ、星々に向かい合うステージに立ったんだ。だから彼はピノコニーの父と呼ばれているのね。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの裏切り者だって言ってたよね。しかもあんたは彼の仲間だったって。それってつまりあんたも。俺は彼の仲間じゃない。数多くいる彼の子供の一人だ。だが確かに俺も裏切り者ではあるな。裏切った相手はファミリーじゃなくミハイルだが。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りなんだ。かつての俺にはあんたらと同じように背中を預けられる仲間がいてな。一緒にピノコニーのために心血を注いでいたんだが、ウォーク家はそんな俺たちに不義を働いたんだ。ミハイルは年を取ってたから、もう自分の子供を守ることができなかった。そして俺たちはファミリーから離れ自分たちの道を模索したが、調和の裏切り者となってしまった。本当の裏切り者は他にいたにもかかわらずな。奴らは対外的には時計屋の名声を称え続けていたが、裏では密かに彼を誹謗中傷して恥ずかしめていた。それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。本物の裏切り者、全ての黒幕さえ見つけ出せばピノコニーの調和は正しい軌道に戻ると思っていたんだ。だが俺たちは負けた。長い時間が経ち、夢の地が受けた影響はあまりにも深刻で、終わりのない追撃の中で俺は諦めたのさ。まるで負け犬みたいにな。ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。表向きは許されているが、実際のところこれは罰だ。それ以来俺は仲間、そして俺の過去と完全に決別した。そしてミハイルは、彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。それを聞いた瞬間、かつてのピノコニーは二度と戻らないんだと俺は理解したんだ。とても気の毒な話だと思うけど、
ことはそれほど単純ではないんでしょう。どうやら時計屋の名を継ぎ、密かにファミリーへの反抗を続けてる奴がいるらしい。そうとも取れるが、時計屋の名を継いだのは一人だけのはずだ。残念ながら、これだけの年月が経っても、俺はまだそれが誰なのかつかめてない。それどころか、そいつが果たして人間なのか、それともミハイルの幽霊が夢の中をさまよっているのかすらわからない。これでわかったか？なんで俺がここまでお前らに話したか。あの子の死はきっと時計屋の遺産に関係しているからだ。そして謎の霧に包まれた先、俺たちが探している答えはそこにある。それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみたい気もするな。俺を見下す奴は5万といるが、対等に接してくれる人はどんどん減ってるから。さて、俺の知ってることは全部話した。お前らがこの老犬を対等に見ようとしてくれた例だと思ってくれればいい。スタジオの方で何かあったみたいだな。俺はもう行く。お前らの幸運を願ってるぞ。皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと、数琥珀期前に開拓者として称えられた夢追い人たちに何の違いがあるっていうんだ。ギャラガーってやっぱりいろんな経験をした人だったんだね。ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。時計屋の正体、ファミリーとの関係、そして美しい夢と死の裏に隠された権力闘争。ええ、ギャラガーは本当の裏切り者は他にいると言っていた。そしてその人物はオーク家の中に潜んでいる可能性が高いわ。それもこれまでに集めた情報と辻褄が合うわね。ホタルはその遺産のために今回の惨劇に巻き込まれた。これで確信が持てたわ。アベンチュリーさんがヨミを犯人扱いしたのは、そもそも何の根拠もないことだったのね。あんた本当にクロックボーイが好きなんだね。あれはただのアニメキャラで本人じゃないのに。そういえば、あんたにしか見えないっていうクロックボーイも気になるわね。残念ながら、あれ以来彼には会えてないけど。今回の調査で、これまでに立てた推測を検証できたわ。でも、もっとよく考える必要がありそう。ベルトにメッセージを送って、向こうの状況を聞いてみましょう。仲間が心配してるのか？いや、ただの業務連絡だ。向こうで何か進展があったらしい。早く行って戻ろう。このまま進むと朝露の館の奥に入っていくな。これまでの道のりは順調だった。というより順調すぎた。警備が厳重なファミリーの拠点とは思えない。
まずは話を聞ける人を見つけよう。立派な屋敷なのに客人をもてなす執事もいないとは。緊急事態で席を外しているのか。この扉は開いているようだ。中の様子を探るしかなさそうだな。慎重に前に進もう。待て。シロ、自分の気配を少し薄めた。これで見つかりにくくなったはずだ。請求列車はファミリーの指示で動いているから言い訳もできるが、私がここに現れるのは道理に合っていないからな。なるほど、面白い技だな。しつこい。くだらない。弱っておるの。よいしょ。
の箱庭の時計は黄金の時だな。当主たちはこの模型を使って、ここの足跡は他の場所と違って二つあるな。少し前に外から来た人がここを通ったのかもしれない。ほとばしる覚悟です。ここに多くのミームを配置して巡回させているようだな。ここで終わらせる。涙雨。必要はなさそう。すべて鬱陶しいわね。次ほっ、しつこい。いや、楽にした。蝶と共に散れ。スターレイファントム重傷じゃの。よいしょ、見せてやる。おはよう。この体に治療はいらぬ。出発の時間、引けば見逃そう。ほう、絶好をするにと。この月下で全てを照らさん。直ってやろうか。トリア、意識。あなた、全てしつこい。爽快。涙。降りて溢れる渡り川。モンスターの体から何か落ちたぞ。これはメモ。朝露の館の使用人たちは他の仕事を割り振られていたようだな。そしてそれはロビンさんが死ぬより前から始まっていた。多くの人手を必要とする作業かもしれない。例えば調和セレモニーとか。だが理屈で言えば、どれほど重要な任務であろうと、ファミリー以外立ち入り禁止の場所なら人を残して待機させておくべきじゃないか。つまり誰かが意図的に彼らを遠ざけたと言いたいのか。ああ、ただその理由はわからない。
蝶と共に散れ、スカールイファントム。見逃す。この体に治療はいらぬ。月光を剣とす。よいしょ。嘘しいわね。近づいてくれ。そうすればあなたも白で覆い隠せる。列車のみんながピノコニーに到着した直後、サンデーさんはロビンさんを連れて俺たちを出迎えてくれた。その時彼女の声に少し違和感があったんだが、どうやら気のせいではなかったようだな。ロビンは調和が何らかの干渉を受けているせいだと考えていたようだが、私の知る限り運命の偉大な力に干渉できるような存在はそういない。それはつまりファミリーの中に裏切り者がいるとしたら、その人物は高い地位にいるか計り知れない力を持っているということだ。それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずにいる理由かもしれないな。ロビン、ホタル、そして他の死者の情報、特に共通点は見当たらないな。どうやら噂は正しかったようだ。死は無作為に被害者を選んでいる。そしてサンデーさんのコメントを見るに、彼は死のことをよく知っているらしい。彼はただそれが再び現れたことに驚いているんだろう。応援水は厳重に保管されているな。きっと彼はこの記憶を大切にしているんだろう。ロビンさんはインタビューでどれほど華やかなステージに立とうとも、自分が最も大切にしている公演は子供の頃に兄と一緒に開いたおままごとのコンサートだと言っていた。彼らの関係は
今どうなっているんだろうな。人は成長の過程で多くを得るが、その反面多くを失うこともある。ああ、時は全てを色褪せさせる。幼い頃の美しい夢もいずれは覚めるものだ。サンデーは容疑者についてかなり詳しく調べている。この裏切り者は長い間ファミリーを悩ませているようだ。どれもファミリー内部の人間のようだな。だが俺はこの中の誰にも会ったことがない。ん？この特徴は？何か気づいたのか？いや、何でもない。きっと私の考えすぎだ。その裏切り者が本当に存在するなら、彼がホタルとロビンを殺したのか。サンデーさんが今回の事件を重要視しているのは、それが理由なのかもしれないな。